英文書いて絵だって言ってやる。はい、なんだちょっとね、はい、まあ、ちょっと大げさになっちゃったけれども、はいはい、プレゼント用意したんですよ。プレゼント、僕から。え、まさか上林から非公開のちょっとしたプレゼントです。せーの、すげえ、これすげえ。上林から見た日岡を描いていました。いや、ちょっとなんか嬉しいというか、あの、もう、うわっ、かっこいいって思っちゃって、もう思わずこんなにかっこよく描いてくれて、なんかすごく嬉しいですね。いや、本当に良かったです、喜んでもらえて。いやまずは夜な夜なこんなに松坂桃李のことを考えたことはないっていうぐらい夜な夜な桃李の顔と向き合い、でも本当にいい顔してるなと思った。描きながらやっぱ描くと一番わかるね、目がすごい、やっぱり羨ましい、嫉妬するぐらい、やっぱり目がこんな目してるんだって